皆さんこんにちは、小原克弘です。今日は、Kindle で、読書メモをどのようにして効率的に、取ることができるかということについてお話をしたいと思います。これまで、紙のですね、本をこう読むときにも、読んだことを忘れないために、読書ノート、読書メモをですね、取るっていうことは、非常に大事でしたから、例えばこう付箋を貼ったりとかですね、付箋を貼ったりた箇所に、様々にこう、マーキングしたり、してですね、印をつけて後に、紙にですね書き写したり、コンピューターにですね、それを記録したりということがありました。しかし、今ではですね、こういった、Kindle で、自分がメモしたいところはもう指一本でですね、そうスーッとこう、マーキングして、そしてそこでですね、Kindle の場合ですと、ハイライトというものを押すと、これだけでですね、マークをすることができます。で、こういったですね、ハイライト箇所というのは、Kindle の場合には、この移動というところでですね、このメモ一覧で、自分がですね、どういう箇所にハイライトしたかっていうことを一覧で表示する機能がありますし、またそこにですね、メモを足すこともできます。この機能はこういう Kindle ペーパーホワイトのような端末だけではなくって、iPhone とかですね、それからこういう、iPad のような機械でも、基本的には同じで、ハイライトしたところをですね、簡単にこう一覧で、表示することができるようになっています。ですから一冊一冊はですね、これでこう見ることができるんですけども、自分がこうこれまで、ハイライトしてきたりノートしてきたものを一括してですね、こう管理したいという時に、どうしたらいいか、これ意外とですね、知られていない非常にこう、使い勝手の良い機能があります。これまで、私もですね、紙の本の読書メモなどにかなり時間をかけてやってきたことを思い出すとですね、今はもう本当に、こんなに楽をしていいのかと思うぐらいに非常に便利な方法がありますので、それを、今日は、紹介してみたいと思います。ハイライトした、箇所の一覧というのは、それぞれの端末で、見ることが、できるだけではなくて、あるですね、ページにこうアクセスするとそれを見ることができます。一般にですね、日本で電子書籍 Amazon からですね買われた方は Kindle Amazon JP でそこにアクセスすることができます。ただし私のようにですね、日本語の、Kindle 本を買う前にこのアメリカからですね本を買っている場合にはちょっとアドレスが変わりまして、Amazon Kindle Amazon comにですね、アクセスしなければならない場合もありますが、一般的には、Kindle Amazon JP にまずアクセスしてください。で、これはですね、なぜかわからないんですけれども、Amazon のページから普通にアクセスする My Kindle っていう箇所からはですね、こちらの方にリンクが貼られていません。ですから、これは、ここにですね、隠しリンクではないんですけれども、このアドレスをですね、まず知ってでアクセスする必要があります。で、一旦ここにアクセスすると、ログインした上で、この上にですね、いろいろいくつかメニューがあるんですが、どういう本を買ったかとかですね、いろいろありますけども、今回この Your Highlights っていうですね、ここをこうクリックします。すると、それぞれの端末で、こう管理されてきたですね、画面が、このハイライト箇所のですね一覧を、このように本ごとに見ることができます。で、ここでですね、かなりの、たくさんの箇所の場合には長くなるんですけども、全て、見ることができますが、こういうですね、箇所を読書メモとして、保存するために、今ちょっとサンプルとしてですね、ちょっと短くそれをコピーしてみますけども、
一旦コピーをして、そして、直接こういったものをエバーノートなどにですね貼り付けてもいいんですけども、部分的にですねこういったこうデリートディスハイライトとかアッドアノートのようにですね、こうちょっと余分なあの文字列があります。でそういったものをまあ取り除くためには、一旦ですねワードのような文章に、貼り付けて、そして、こういうちょっと取り除きたい箇所を、貼り付けて、そしてまあ一括置換でポッとですね、取ることができます。今のまあ箇所であるとか、それからアッドノートっていうですね、まあ、こういう箇所もちょっと余分ですので、一気に取り除くことができます。でこうすると、まあ、かなりいい見た目もですね良いメモになりますので、これを改めて、コピーをして、まあ、例えばあのこれをですねあのエバーノートのようなものにこう貼り付けて、まあ、多少ですね調整した上で、ここにですねさらにあの自分なりの、メモノートなどを付け加えていくと、まあ、これで一瞬にしてですね、読書メモを完成させることができます。まあ、これまでこういったですね文章をこう要約したり、あるいは全文をですね書き写すことの、まあ、労力を思うとですね、本当にこう楽にこういった作業をできるようになりました。これはもう使わずにはですね置くと本当にもったいない非常に優れた、機能ですので、特にその Kindle を中心に、まあ、本を読まれている方はですねぜひこの、機能を使っていただきたいと思います。 Kindle Amazon Co. JP からですねアクセスして一覧を見ることができます。そして、まあ、こういうですねまあ、機能は確かに便利なんですが、今のところですね、まあ、あのAmazon の場合、特に日本語のですね、Amazon の場合、どうしても学術的な本がまだまだ少ないという現状があります。ですから、全ての本でこういうものをですね、使うことは今日本語ではまだできないんですけども、まあ、徐々にですね、学術的な本も増えていますし、まあ、新書などは今もう本の出版と同時にですね、Kindle 版が出るといったことも珍しくなくなりましたので、まあ、英語はもう言うまでもなく日本語のですね、本を読むときにも、読書ノートぜひですね、まあ、こういった形で、既にある機能サービスを最大限、使って効率よく、読書ノートを作っていただければと思います。以上で終わります。